ドキャップ探しやります。サッカー日本代表ガチャ、新しいユニフォーム、30連したら10連無料ということでね、40連でこの3人を出すということで、なんかみんな爆死してるみたいだけど、この力を見よう。今だ、このタイミングだ。フライフォート、来い。まあね、10連目ですからね、こんな感じですよ。さあ30連で3体ね、あれ出せばいいわけですからね、もうこれ出ないの確定なんでね。はい、次行きましょう。さあウォーミングアップ終わって、ここからが本番ですよ。おのおの10連来い。行きます、翼さん。行くぞ、青ぐぬぬ。うわー、ティカさん最強じゃん、翼さんのエースか。ちょっと全員一人気味だよね。身長は20頭身ぐらいになってるのに、トップしてる間にね、20連目もどうやら死んでしまってそうです。はい、じゃあね、30残り10連ね、今度は3体出すっていうね、随分無理ゲーになってしまいましたけど、頑張ります。さあ来い。行くぜ翼。いやいやいや、これはね、最後の無料でね、3連で引くってやつでしょ。そのためにこれ一回なんか助走みたいな感じですよ。今もかなり助走してますからね、助走随分とって、こっからのホップステップジャンプな感じで当たりにつポンポンポン出しますからね。いきますよ、パクチー勢のみんな、これが本当の必要だぜ、いくぞ。はい、来た。はい、花火4発からの、はい、ブルー枠、燃えてる。はい、トーマト、トーマト、じゃ頑張って。うわ、1個でもあと2個がね、これ練り込むから、2個練り込みで3個ホームでカモン。なんてカルロスやねん。しかもそれもね、かなりね育ててるんですよ。育てに育ててるけど、もうなんか全然弱いんですよ、もうこれ。はい、ご視聴ありがとうございました。うん、爆死でした。さよなら。